さてアフターテラちゃんのお時間です今朝は経済評論家常年司さんです常年さんよろしくお願いいたします <laughs> いやまた来ちゃったな <laughs> ぎこちない動きだな口少しああきた <laughs> 第一声がそれですかはいは <laughs> はい、はい、えー、お決まりがま過ぎたところで、はい、よろしくお願いいたします,す、まあ、あの台風七号のですね、えー、進路も気になるところでありますけれども、はい、世間まだお盆休みです岸田総理も台風の接近に備え遠出は控えて総理皇邸などで過ごされているということのようですねで先週末休みを前に岸田総理東京丸の内の本日の 本屋さん書店をですね裕子夫人と訪れ夏休み中に読まれるのではと思われる本を10冊ほど購入したようです。 でその岸田総理が購入した本ですが「世界資源エネルギー入門」あと「地図ですっと頭に入る世界の資源と争奪戦」「丸わかり」「チャット g p t 生成 AI」などといった、まあ、どちらかというと専門書というよりも入門書教科書的な本が多かったといいますネット上では中学生向きの入門書ばかりではと岸田総理の夏休みの読書について不安視する声も多かったようなんですが <laughs> まあ、基本から学ぼうとする岸田総理の学習姿勢、まあ、これは評価してもよろしいんでしょうかね。いや、これ、今、その資源と争奪戦という本ね、はいええ、こいつを見てるんですけど。ええ、村山修太郎、村山秀太郎さんという予備高校士の方の、はい。あ、そうですね。すね世界史の先生の本ということのようですね。あまあ、いいんですけど、ええ、もうちょっと専門的な本読まれた方がいいんじゃないですかね。ええええ、入門書多いね、確かに。ええっていうか、こんなことを。 騎士知らなかったわけじゃないよねみたいな、やばいなって感じですね。まあ、これ入ってますかね、その中にね。あ、これ入ってないですね、俺の本はね。まだでも十冊全部が分かってるわけじゃないよ。ぜひ読んでいただきたい。ぜひ読んでいただきたいですね。経済で読む。学ちゃんとあの書いてる。理由のね、一つにね。参考文献。参考文献、これちょっと見てください。ちゃんとこれやったんですけど、これ。結構専門書。本当だ。はい。 一応この手の専門書で言われていることをわかりやすく書いたんでこれ資源とそうですねどうなんですかね読んでないけどまあんか池上彰さんみたいな知識が身につくのかなみたいな感じですけどそういうことですかこれ重ねてお伝えするならば今のところ購入したこの10冊全てが何の本かは報道されていませんけれども常念さんがね先日出された「経済で読み解く知性が」 経済で読み解くこの地政学はですね。日本分断計画もありますけど。あそうだそうそれもありますけどね。どうなんだろうっていうのは非常に気になる。まあ多分読まねえだろうな。読んでもらいましょうよこうなったら。なんかこう伊根美さんみたいなのがいいんですかねこッシュはね。そうなんでょね。がみ雅樹としてなんか出せばいいかな。女ねがみ雅樹だね。言ってみますかね。はいはい。その他村上春樹さんの新作の小説町とその不確かな壁。まあこれも選んでいたということのようですけれども、まあ今頃じっくり読まれてる。 もうまぶしくて見えないです村上春樹なんでねもうこれを持ってねそれこそあスタバじゃダメなんだはい広げて読めば「お客様」とか言われませんよね私いつも「ブルーボトルコーヒー行くとお客様」とか言われて「当店のご趣旨ご理解いただいてますよね」って言われて「すいませんよくわかってないすいませんでした」とか言っていつも謝って俺いつも勘弁してもらうんですよ。 あ、そうなんですか。そう、いつも俺もすいませんっつっても注文するんですけど、お金あると注文するんですけど、コーヒー出てくる前に追い出されるんでダメですね。意識が低いって言って。そんな高い。ブルボトル本当怖い。本当いつもすいません。ブルボトルコーヒーさん、すいません。そうですか。でもそれでもい続ける。そういう嘘の風評また広めると大変なことになる。意識高い店って怖いじゃないですか。バリアが裏紙ある人こうやって持って入ればセーフなんですかね。大丈夫なんで。こっちやってみましょうかね。またそうしたらお客様みたいな感じで言われちゃうかもしれませんね。そのあたりがわからない。そういう見る。 強くツープ,ープッシュでとかやんないですか。いやわからない。キャラメル巻きあとの巻きあと抜きでお願いします。<laughs> そんななって。キャラメルで <laughs> なんか牛丼のネギ抜きみたいなつゆだくみたいなもんじゃないですか。森永のキャラメル入り。<laughs> そうなんです。キャラメルマキアトマキアト抜きだとキャラメル出てきます。箱のキャラメルパー。マトでそれにソイミルクツープッシュ。ええどんな味するんだ。分かんないでも意識高い人ってそういうの飲むんですよね。い怖い怖い。えさて岸田総理が現在必死に勉強しようとしている世界の資源と争奪戦に関連する話題かもしれませんが、まあ先週末ですね。 東京商品取引所で中東産原油の先物、まあ、これが値上がりして年初来高値を更新しましたでお盆休みの規制などでこの運転する乗用車のガソリン代このほか農林水産業運輸業などで使う各種燃料の代金が上がりかねない、まあ、こういうふうに不安視されています。で今回ののの原油高の背景には世界の工場と言われるる中国で政府がデフレ懸念を一掃する大型の たケ今対策を発動するという予想が出ていてそれが現実化すれば燃料需要が増えるという見通しになることから原油が高騰した、まあ、こういうことのようなんですね。岸田総理このの原油高の事情について 休み明けに何か対策を考えてくれるんですかね多分増税するんじゃないですかねダメですよそれはやっちゃいけないことですそれは増税いやもう原油価格上がってるんで今なら増税してもあんねえだろみたい増税混ぜて増税潰しみたいな減税の時の増税潰しでみたいなお客様みたいな お客様ダメですよ村上春樹を持ってやるんじゃ村上春樹を片手に増税ツープッシュで増税をツープッシュさせていただきます今なら何が混ざってもわかりませんみたいな大丈夫じゃないダメですよダメですいやだけれどもいやむしろそのガソリンのこの補助をですね8月が半分でしょ9月いっぱいで終わるっていうのを延長します っていう風に言ってくださればね。うん、もう延長しませんよ。しないんですか。もういつまでもそんな国民甘やかしちゃいけない。国民を苦しめるのが政治ですから。いやいやそうじゃないでしょ。いつの政治だ。ただ苦しめすぎてあのワイドショーで反発されると誰のこのことやったやつはつって言ってぶち切れて手をひら返すんです。はい。キッシースパイラルですね、いわゆるね。はい。まあその真っ只中にあるので。それで誰かが飛んじゃうみたいなね。あのまあワイドショーが騒ぎ出すまではまあやるんじゃないですか。ただ最近ねマイナンバーっていうかあの保険証廃止の件でも折れてないんで。 折れずに増税じゃないですかねいやお願いしますよそこは折れずに増税ね原油高だからそんな強気でどうすんですかいやいやもうもう増税増税増税ということせっかくここまで積み重なた私の辞書には増税しか書いてないいやいやそこまで強気じゃないとだって人の意見聞くナポレオンのような力強い増税を聞く力持ってるんでしょ聞く力はありますよでも検討するだけですからねやるのは増税ですからはい。で今紹介した記事の中に中国政府がデフレ デ懸念をです、ね、一掃する大型の景気対策を発動するという話がありましたが中国人民銀行の副総裁が先月、中国経済はデフレ状況にはなく今年の下半期もデフレリスクはないと話したと中国の消費者物価指数 CPI は7月には下落傾向を示していたようですが8月には上向く可能性があるとも指摘したと中国、デフレに陥っているのかどうか。 ジョンですこれはどうですか彫刻は経済学の試験にちゃんと沿った方がいいと思うんでデフレはですね一時的に物価マイナスを下回るだけではデフレとは言わないんですよ2年連続でマイナスなんないと日本はこれ14年連続でマイナスだったんですよおかしいですよね2年デフレが続いてる時点でも対策するべきでアベノミクスみたいなことをやっとくべきでねその後からずっと我々リフレ派は一貫してですねインフレターゲットを導入しろと金融緩和しろと言ってきたんですけれども14年間 やなかったんですよ。でチャイナはどうかとやれんのかっていうまことですよね。はい。そこですか。はい。だから今だから現時点ではまあ一時的に物価マイナスになったという見方もできるのでデフレ認定は早いかもしれないんですけどまあただですね需要が落ち込んでることは間違いない物売れない貯金が増えているであとまああの外需もまあダメまあ内需がまずダメでしょ。はい。 で外需もダメと今デカップリングされてるのでダメと、はい、で不動産の不良債権は全然処理進まずまあ人々はだからまああの将来的なね景気の悪化に備えて金貯め込むとあ、えー、まあデフレの要件は揃ってますよね、えー、はい失業率高いです高いですね,ね失業率もねまあ、えーまあ、まさにそのデフレが起こってるからこそ失業率上がってんじゃないかという話もありますよねは,、えー、はいでまあこの世界がインフレに向かった中なぜ中国だけそのデフレに向かったのかというところなんですがまあ厳格なこの コロナ規制を取りやめて中国でもインフレに向かうという、まあ、このの予想ももああったんですけどもね基本的にですねやっぱ不良債権問題ですよね。これ以上その、まあ、不動産投資が膨らんで,でレバレッジかけすぎると何が起こるかわからないと、はい、で中国政府はビビったわけですよ。 ええ、で習近平になってからずっと,まあちょっと金融は引き締めモード、これ以上バブルを膨らまなさないってモードだったんですけど、はい、あの去年やった総量規制ね、ね、はい、あれが一気に効きまして日本と全く同じバブル崩壊過程に入ったと思います、はいええ、でこれが処理できないのでなんかこうずっと金融が引き締め気味なんですよね、ええ、で引き締め気味の中、あのーまあ、人民元もちょっと暴落し始めているのでますます緩められないと。 いうことで将来的なその、まあ、あの金融緩和期待が遠のいていると。はあはあ いいううののののがまあ今のデフレの原因ななななんんじゃないかなとと真面目にに言そますねでこの中国の長引く不動産不況もです、ね、国民の信頼,信頼感を低下させて中国がデフレに向かう要因の一つとも言われています、まあ、先日も売上高基準で中国最大の不動産開発会社でありますカントリーガーデン、まあ、こちらがです、ね、2社に対する社債の2250万ドルの利払いを履行できなかった。 だというまあ、このデフォルトというニュースがです、ね、報じられていたと今後30日間の猶予期間内にこのカントリーガーデンが利払いできなければ不当たりとなるということなんですが、まあ、このニュースが報じられてからこのカントリーガーデンの社債の価格暴落株価もです、ね、去年の末に比べて70%下落といいます。次、まあ、次から次へと中国のの不動産会社にまつわわる懸念のニュースこれが伝わってきてき おります中国の不動産市場ってのはどうなっちゃううんでしょねだめなんじゃないですかですか復活の兆しは全く見えませんねで今までだってなんで調子良かったかというとたくさん借りてたくさん作ってたくさん売ってたくさん借りてたくさん作ってたくさん売ってそのね循環というかそれを回してでさっき言った通りたくさん借りるとたくさん作っちゃうからたくさん貸さないでってやったんですよだって結果として今だって40億人分ぐらい今あるわけでしょ箱が。 作りすぎちゃって、えーうん、でもう大変なことでしょ、でもうこれどうにもならないからっていうことで、まあ、ここを絞ったら、作れなくなって、うんはい、売れなくなって、えー、で資金回らなくなったと。で、チャイナの不動産ってすごい独特で、えー、あの、なんていうんでしょうかね、あの計画決まって、売り出しますよね。えーはい その時点でお金払わなきゃいう。その時点なんですねそうなんです住宅ローン組んで金利も発生するのになんでって思うんですけどできてないうちにそうなんですでも今までね住宅価格ブワーンって右肩上がりでバーンっていってたんで多少金利払っても早めもらっといたほが得だとねもう価格上昇分でそんな金利なんか埋めてあまりあるそう値上がりしちゃうからっていうことでやってたんですけど値上がりはしねえしそもそもできねえと建物ができなかった時はもうローン払わなくていいみたいな判決が出たりとかもうちょっと金融市場混乱してるんですよね でこれはもうあの相場、あの金融危機に私は発展するだろうなとは思うんですよ。あの不動産でやっぱ借金しないと作れないから。 必ずその借金のところの,あの、ね、元本の返済とか利払いに問題出てくるのでだからこういう碧桂ね碧経園、ねはい、こと、えー、カントリーガーデンが今こういうことになってるっていうのもま、えーまあ、だけどね、あの不動産業界、まあ、これいろいろなものも含めて GDP の3割ぐらいとそういわれてましたからね、はい、ででだからこれをだからあの今、半分になるのか3分の1になるのか、はい、着地が見えてないと。えー で着地したとしてじゃあ残りの余っちゃってるリソースってどうなのと、はい、これ全部失業者になっちゃうのっていう話ですよね、えー、今だから全部失業者になりそうな勢いですよこのままだとねはい。はい はい。でアメリカのバイデン大統領はですね、経済の減速が見られる中国について地元爆弾だと表現。え中国は経済成長が鈍化し、高い失業率や高齢化といった問題を抱えている。まあ、こういう指摘をしました。バイデン大統領のこの指摘、これはどうですか。その通りだと思いますね。はい、バイデン大統領ってなんかねこういうの失言っていう風に言われるんですけど、これ失言じゃないと思うんですよ。わざと言ってると思うんですよね。いえいえだからその台湾がもし中国に攻撃されたらアメリカを守るのかって言われて、イエス。 速攻してじゃないですか、はいえー、でそれをホワイトハウスが引き消しするんですけどいやいイエスなんですよ、はい、それから習近平は独裁者って言って、はい、でそれまた引き消ししたんですけど、はい、いや独裁者なんですよ、うんうん、あれわざとやったんですよ、うんうん あれは、ね、あの日経の中澤克司さんがね秀逸な記事を書かれてるんですけど<お>ブリンケンがね訪、はい、中したんですか国務長官でその時に習近平が議長席に座って、ね、で向こうにアメリカの代表団こっちにチャイナの代表団って感じで要はその部下が上司に報告するような ね、形の,、はい、あのそういう石、ま、碑、あ、にされてであれで、まあ、腹立ったと思うんでなんでその意種返しというか<ー>仕返しで「お前独裁者のくせに何言ってんだ」って言って、ね、裸の王様って言っちゃったんですよ、うん、でチャイナはこれでこういろんなこう計画狂っちゃったんです、はい、要はブリンケンねじ伏せたとアメリカに壊れて仕方ないからじゃあ会談してやったみたいなストーリーで行こうと思ったら、はい、全部ひっくり返すよう、ね、に「いやあいつ独裁者じゃんバカじゃねえ」みたいな感じで裸の王様やられちゃったんで,でキーンってなってで「なんでバイデンがそんなこと言うんだ?」と。 あの日中米中関係やってたやつって言ったらあれですよ信号ですよそうなんですよお前お前がちゃんとやらないからこんなことになるんだろうっていうことで失脚急にいなくなっちゃうこれ中澤さんが言ってるんですよそうそうそうあのね十日週間あもうちょっと前かな10日前ぐらいの記事なんですよ責任取らされたってことなんですねそうやっぱね日経新聞ね中澤さんの記事があるだけで私は取ってますよすごい鋭いですかスキャンダルがあったんじゃないかみたいなことも言われてましたけあれはもう後付けですね福島香ささんんもも中和一 言ってるののは結局そのねバイデンが独裁者なんつって言って、まあ、こういうこと言わないように調整してたはずじゃないのとアメリカがひざまずいてチャイナに来てくれって言ってそれで米中交渉っていう流れだったのにさと独裁者とか言われたらもうそんなやつのとこ行けねえじゃんこっちみたいな感じになってもう全部段取り崩れちゃったのと誰の責任だっていうことで信ン・お前だ。 <laughs> ってことだとで、私ですか,私ですか <laughs> みたいななっちゃったんですよね。いう一方で、中国とともにです、ね、経済が疲弊しているとされるロシア、IEA ・国際エネルギー機関が11日公表した8月の石油市場リポートで、ロシアの7月の石油輸出収入が8か月ぶりの高水準となったことが分かりました。えこちらも原油価格の上昇が影響ししたようでして主要 もう7カ国などはロシア産原油の取引この価格にですね上限を設ける制裁を発動していますまあ、中国インド向けには未だにロシア産の原油の旺盛な輸出が続いている状況だと言いますまあ、このあたり戦争で疲弊しているはずのロシア経済への支えという風うになってるってことなんですかまあその通りですね、えー、あの今原油価格にわかに上がってるんですよね、はい、84ドルとかまで行っちゃってたんであ、えー、まあでもチャイナが不発に終わってまた下がれば っていう感じじゃないですかね。えー、はい、まあ、それが続くのかなというふうには見てますけどね。はい。以上、アフターテラちゃんでした。常念さん、ありがとうございました。ありがとうございました。